計学とは、儒教の経典を研究、解釈する学問分野の名称。旧中国において、儒教の聖典である経書の権威を是認し、その前提のもとに経書に現れた、聖王内史成人の発言趣旨を解読しようとする学問。経書の注釈、ないしそれに類する、総合的論究を指す場合が、一般的であるが、より広く経書の成立や、 学説の継承などについて研究する場合、さらに拡大しては古典世界の解明も含まれる場合がある。現在では、計画的権威を認めず、形態的に旧来の計画研究に類似する研究を行う場合も、計画の名で呼ばれる場合がある。計画の歴史は以下のように3分され、学術傾向をことにしている。関代を代表とするもの。 経所の軸解説である訓子を主とし、その高級によって、西王の講義を明らかにしようとする。訓子学、宋代を代表とするもの。聖人の心を自分の心に体得し、自分が聖人になるべきとする。総学、信代を代表とするもの。寛大の学問に復古するため、実時給税を標榜し、文献分析を主とする学問。 新調校小学。経学が研究の対象とするのは、儒教において最も重視された、経書と呼ばれる古典群である。駅、書、死、礼楽、春秋の6種である。このうち、学系は書物ではなく、学府であった。そのため、後世には書物として伝わった、駅、書、死、礼春秋の5種類が伝えられた。なお、 駅を頂点とする駅、書、詩、という継承の配列方法は、元代に決定されたものである。各継承のテキストにも移動が多い。最も大きい移動は今文と古分との移動である。今文古文の相違は、旗の噴書によって失われた継承の継承にかかっている。すなわち、噴書によって継承を失った計学者は、古伝的方法によって、教文と、 その解釈を継承した。彼らは、元代の儒学復興時に、元代に通用していた文字に書き写したが、それが今文である。一方、文書の難を逃れるため、継承を隠した者がいた。それらの書物は、元代の経学復興時に全時発見された。その書物は、先進の文字で書かれてあるため古文と呼ばれた。このように、今文と古文との相違は、 経書の伝承の問題に過ぎず、書物で伝わった古文の方が正確であったとされる。しかし今分、古文の背後に存在する政治的問題や古文の読解過程やその発見時の偽作などの問題が交わり、計画史上に複雑な影を落とした。ただ現存するテキストは、ほとんどが古文の経書である。今文学館、武帝の時に五教博士が建てられ、 一つの継承ごとに博士が置かれた。博士とその弟子が継承を練習するうちに、徐々に施設が形成され、計画の中に学派が生じた。この五教博士には、もともと七、家が建てられていたが、徐々に増加し、五感の光、武帝の時には十四家の博士が置かれた。五感所寺林伝の記述によると、十四家の内訳は、以下である。駅、 良九、慶少書、応用大河工小夏工四、生露、藩、礼大体、正体、春秋、岩尾、顔以上の博士を中心に進められた計画は、今文学と呼ばれ、五感の末年に至るまでその地位を保った。今文学の特色は、美古と大義を明らかにすることで、孔子の思想を明らかにし、儒教の学説を継承、発用することである。 特に、春秋の解釈書の一つである春秋、供養伝えを重視した。代表的な学者に、当中女がいる。当中女が、供養を学ぶから再意、風水、天人観王の説を立てたことから、今文学は徐々に、真意の学に流れ、進学化するようになった。古文学これに対し、前巻末頃から、古文学が勃興する。古文学が寄った継承は、前漢中期以降に、 民間で発見された古書であり、これらが先進の古い時代で書かれていたことから古文学の名が起こった。古文には、ロヤス安潮が孔子の旧宅から発見したものなどがあり、これらの古文の研究を深めた学派を古文学と呼ぶ。古文学は新たな王毛が政権を握った際、竜が古文学を推し進め、博士として建てられた。五感に入ると、 古文学は博士には立てられず、その研究は民間において進められることとなったが、その影響力は次第に大きくなり、最終的には今文学を圧倒することになる。今文学は施設の束縛を受け、学説に硬直化の傾向が見られた。反面、古文学では比較的自由かつ感銘に学問が進められ、真意を取り入れることも少なかった。 古文学の代表的な学者として、書き、巨神、は通ル、福建、露職などがいる。古文学と今文学の相違は、文字や編章にあるだけではなく、その解釈方法、研究方法にもあった。今文学では、孔子は相応とみなされ、継承はすべて、孔子の政策で、孔子の政治思想が託されたものであるされる。一方、古文学では、孔子は、 古来の西欧にまつわる文献を整理保存したものとされた。したがって、今文学は、孔子の美こと大義を鮮明することに重点を置き、古文学は、継承本文の理解と、天承制度の解明に力を注いだ。古文学と、今文学は、必ずしも対立し合ったわけではなく、互いに学説を取り入れたり、両者を調停しようという試みもあった。五感の始めには、 白古館会議が開催され、学者を集めて、議論をさせて、敬意の統一が図られた。この成果は、半戸によって整理され、白古道義として、今に伝わる。古感の末になると、根文、古文の両方に通じた学者である定言の手によって、両者を取り入れた敬書の注釈が完成し、両者の争いは一旦終焉を迎えた。また、古感になると、 計画において経書に対して注釈を付す形式が盛んに用いられるようになり、これは、寛大以降も同様の傾向が続くことになる。ここから、計画は注釈学と呼ばれることもある。寛大の主要な成果として、何級の春秋供養解雇や、定言の三礼中などが今に伝わる。義進むになると、定言の注釈に対抗する動きが現れ、 大宿らが新たな注釈を作った。大宿が芝園の外祖父であった関係もあり、王学も官学に劣せられることになり、王学と定学の争いが生まれることになった。これは学説上の争いであると同時に、政治上の争いでもあった。さらに、王室や艦によっても新たな注釈が作られた。王室は収益に差したが、これは艦代の増収益を排して、 義理益という詩弁的な駅学を切り開いたものである。また、カーンは、論語集儀を作り、元代以来の書家の説を整理した。彼らの学術成果には、原学の影響があることが指摘されている。南北朝時代に入ると、銀書という形式が発展する中で、経学も南学、北学に分裂した。北史樹林伝の記載によると、以下の傾向に分かれる。 当代に至るまでに、計学は古文学、今文学、定学、大学ぶ、南学、北学など、様々に分裂し、多くの学説が生まれていた。これらを集大成し、皇帝の定義を統一的に示すため、党の体操の時に、皇栄脱らによって、五教正義が編纂された。この編纂は、科挙に用いるための教科書を作ることを目的としていた。ほか、 政府が王朝としての正当性を持つことを示す意味合いもあった。この時期の計画は朝鮮や日本にも伝来し、法律の整備や軍主権力の誇示のために利用された。宋代に入ると比較的自由な申請、批判的知性に基づく総学が盛んになった。その集大成として南宋の主期によって朱子学が没興した。これは、 王朝イデオロギーとしての儒教の実践を、その担い手である、次第部の意識にまで内面化したもので、その哲学として、理義説が唱えられた。朱子学によって、論語と、もしさらに、来期の中の一辺であった、大学と、中央が重視され、四書と呼称された。今、継承を、四書五教と総称する、名の起こりはこの時である。秋夜になると、朱子学が、 家居のための教養となり、次第に形外化したことに対する反発が生じた。ここから大陽明は、以前までの継承を通して、成人の教えを学び、それを実行に移すという発想を転換し、真の知は人間の心の中に元から備わっていることを強調した。これが陽明学である。陽明学は継承相対化する方向性を持ち合わせており、後には、 反儒教的な傾向を生じせしめた。これにより、軽所研究としての計画は退調した。また、秋代の儒者である、朱春水は、春秋を革新とする、尊能上位の思想を唱え、日本において、水戸学に影響を与えた。信頼になると、 陽明学への反発と文字の語句によって政治的な色彩を持つ学問が敬遠されたことをきっかけに文献の実学や交渉に重きを置いた計学が発達した。これを交渉学と呼ぶ。交渉学においては大量の古典籍を文字学、音韻学、訓古学といった言語学的な方法を用いて分析することで継書の本義を明らかにしようと試みた。 日本においては、儒教の経典を解釈、研究する学問の意味に用いられ、教業、妙業とも称された。日本では、学例に定められた、中国の注釈書などを参考にして、訓告を行うことを主としており、諸本を競合して、テキストとすべき文章を確定させ、諸中を参考に訓典を施すことが行われた。中国ほど盛んではなかったものの、 文中の訓講や解釈について論議が行われることもあった。しかし、平安時代後期には、計画は、博士科の科学としてその学説を固守するようになり、わずかな訓典の違いをめぐって、博士科同士が対立することに終始するなど、学問としての実態は、次第に形外化していった。AB 日百八十四ピアニッシ百六十一から六十二堀川、 鉄を陽明学、中国思想辞典、日原都久に、見文出版、1984年412ページ。日木幸夫計画 ISBN978 から4から04から031700から7。ありがとうございます。